メルボンの石原さんです。おはようございます。よろしくお願いします。今年どんな出展が目玉でしょうか。今年はこの自由運台がですね、新しくなってましてですね、はい、こちらですね、はいはい、従来のタイプに比べまして、この首の可動域が随分増えましてですね。ああ、なるほどね。でさらにね、全体的にあの側の肉厚を増やしてまして、固定力がねかなり大幅にアップしてますね。でガッチリこう止まるような、そういうことですね。止めのあのレバーも真ん中でこう同じ幅で指がかかるようになってますので、非常に力が入れやすくてですね。であのカメラももうダイヤルがやりやすい、しっかりと止まるタイプ。あれですね、くぼみがついた。そうですね、あの指が引っかかりやすい、ここ分かりますか、くぼみがついてね、分かりますかね。はい、石原さん、他にも種類で何か出てるものございますか。ラインナップがありまして、はい、クイックシュー付きのタイプですね。こちらですね、こちらクイックシューが一体感になったやつですね。クイックシュー式ですね、はい、こちら水準器、縦位置の水準器も付いてます。あ、なるほど。重さもだいぶ軽いんですかね。重さは同じぐらいになってますね。サイズが小型になってますね。こちらもシリーズで同じタイプですね。石原さん、他にもあの展示されているものが何かあると思いますか。はい、去年の11月発売ですね、はい、ウルトレック 45L という、はい、小さいですね。そうです、これで30センチ以下ですね。ここで30センチだそうです。これがですね、はい、こうした開きます、ね、足あとは逆に開いて、こう開きます、ね、これで普通の、これが普通の状態です、はい、でここからさらに、はい、伸ばすと伸びます。カメラバッグ入れっぱなし、カメラバッグとクッション材が入ってます。あのクッション材で結構水分を吸います。そうすると壁の原因これで156.5センチ以上分かります。さらにこれですね、ここが伸びます。私身長170なんですが結構ありますね。こういう感じですね、はい、この高伸縮比が自慢のそういう三脚ですね。